関南寺は、岐阜県山形市長崎にある臨済宗明神寺派の寺院である。三号は、八火山。本尊は、千寿関世音菩薩。美三十三観音霊場第十三番札書。美の四国八十八札場第六十五番。美の七福神。いじらここ派にある。境内の江戸悲岸桜は、幹回り三点三メートル、樹高十三メートル、樹齢は、 約350年と言われ、県指定天然記念物である。旧本堂は、戦国時代の建立と言われ、馬頭、観音の信仰でも知られており、公営競馬の関係者なども多数参詣している。伝承によれば、鎌倉時代、高阿弥、夏阿弥の行者夫婦が、伊勢国で、旧姓観音を授かり、故郷の美濃国山形軍鎌が谷山町に祀ったのが、起源であるという。 それからしばらく後のある夜、伊勢国の漁師が漁を行っていると、美濃国からまばゆい光が海を照らした。その光により魚が全く釣れなくなったため、漁師はその光の源を探そうと美濃国へ向かい、その光が鎌ヶ谷の観音像の光であることを突き止める。漁師の話を聞いた夫婦は、観音像を鎌ヶ谷山頂から、麓の長滝に移したという、1570年頃、 八花山、神南寺として創建される。神南とは神奈美、神奈美が転じた名前という。神南寺の奥の院を神奈美神社とも言う。立花諸刑の父、美濃を祀る。南北朝時代の南朝に仕えた、楠木正重の夫人、久子は、同族全滅の後、日本中の神奈美というところへ旅をし、美濃国いじらをに、入り神奈美神社に籠もったという。 土地の人々から尊敬され、イジラの各所に自分の距離の河内国間の美村の地名を与えたという。平井、長崎、掛、松尾などの地名が該当する。近くにある七社神社横に八王子宮と刻まれた楠木正成夫人、久子の墓がある。ありがとうございます。